え、変な質問ですみません。昭和天皇の戦争責任論についてご意見聞かせてください。個人的には権限イコール責任が伴うべきで、大日本帝国憲法が適用されてよう当時の最高責任者である天皇が責任を取るべきだったと考えています。当時の天皇は君臨するとも当時せずと言っていましたが、逆らうと非国民になるから戦争反対と声を大にしていうことは不可能でしたし、それと判断を感想ですよね、と思ってしまいます。ひるきさんみたいな次な人に意見をが聞いてみたいです。あとみんなのスパチャ何万円か分か消した気分は幸せですかえっと、消えたところを見てないので、わからないが正解です。<laughs> まあ、置いといて、 あの戦争責任自体はあると思うんですけどただあのそのじゃあ日本が敗戦になりました無条件降伏ですって言ったところにじゃあ昭和天皇戦争責任ある戦,戦争責任あるから死刑なって言って首吊りにしたら多分日本中で反乱が起こって統治ができなかったと思うんですよねマッカーサーさんがあのアメリカから来たマッカーサーっていう人が日本を統治したんですけど。なのでそのでそ 何が正しいかって責任がある人は処罰をすべきだよねっていうその正義の話でいけば確かにそうなのかもしれないですけどあくまでその正義よりも日本を安定させた形で統治をするという方がアメリカにとってメリットがあるよねと。要はその正義が何か悪か何かよりもアメリカがうまく日本を運用してそこから日本から利益をどう吸い上げるかっていう方が大事なのでなのであの昭和天皇にその,あの有罪ですって言って殺人そのあの、えっと と有罪で死刑にしなかったっていうのはアメリカにとっては正解なんじゃないかなと思いますなので責任論というよりはアメリカにとってどうなのかという話だと思います